あかりきちゃんシャカシャカ担当の高田悠希です。リキリキ担当の千本木さやかです。声優グランプリチャンネルで隔週金曜日に配信されている高田悠紀千本木さやかのしゃかりきちゃん最新回の更新がない。金曜日は過去の配信をお届けします。一体どんな回なんでしょうか？<え> <laughs> みんなも思い出しながら聞いてね。初めて聞く人は引かないでね。<laughs> それではどうぞ。 平田の誕生日ですね。平田どうだった？高校の同級生の。高校の同級生。別にしてしまいました。本名は梅田。梅田。どういうこと？すごくない？ええよろしくお願いします。マジラブのすごい思った今マジラブのね鈴木さん。ああじゃ村上さんだけどもともと鈴木さんでね謎だねなんで違う名字をなんなるんだろう。 確かにね<ぇ>まあちょっと専門儀がでも専門儀はどっちかちょっともう芸名の方だよねあまあそうね<の>主張強いからちょっと普通の名前にして逆にっていう、ね、名乗ってるみたいなもんかうん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 、うん、<laughs> そのパターンなのかなたまにいるよね自分の名前じゃない名前で呼んでくださいっていう人ああいるいるいる うちの事務所にもあの関口梨沙ちゃんっていうのがいるんですけどニックネームがリコなんですよ、うん、そうだからリコちゃんリコちゃんって呼んでるから関口梨沙ってこうなんか何かの機会で書く機会あれ名前書くことがあってあれあれリコちゃんじゃないんだそうリサちゃんだって,なんてそうだね確かになんでリサからリコに行くんだろうなんかね本人はリコが好きなんだって あ、やっぱそういうのなんだそう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 そ,うそれで、ちょっともうリコって呼んでくださいってい好き名前がね、あるからねそうそうそうなるほどねなんて呼ばれたいボンちゃんってもうボンなんて呼ばれたいでもこの間駅で歩いてたら汗、うんうん ってていいう,うに言ってる人が私はやっぱ千本木の方が強いから、うん、それでいじられることがそっちから名前をとらあだ名を作られることが多いけど、うん、そか世のさやかさんは下の名前でさやかって普通に呼ばれるんだなと思ってちょっっと衝撃だった確かに名字がね特徴的だとそこになりがちよね。角まさんとかも愛さんって呼ばれるよりはくまさんとか呼ばれるうんだよね。うん あるからなだから「さやか」って呼ばれるとなんかすごい変な感じもするし <laughs> そう<か>なんか不思議な感じがしたこの間のその駅でのその会話を聞いて <laughs>、うん、そうかと思いながら家に帰りましたよ <laughs> 私は。<laughs> もちろんね家族にはねさやかって人呼ばれてるんだろうと思う,そうだねんかそうね。 呼ぶかもしれない。逆にさやかって呼ぶ人は。多い家族だといないかもしれない。家族以外だと。あ、家族以外だと、本当に親友幼稚園の時から一緒とか。はさやちゃんとか呼ぶけど。まだ幼稚園の時は千本木いじられないから。さやかの方が。うん、いじられてたから。あ、そうなんだね。小学校入ったぐらいからだね。うん、うん。確かに。さやかね。さやかが聞いたのは。本当。 どう、どうよ、さやかって呼んでくじゃん、今から。今から。いつだったかね、そういう期間あったんだよな。<laughs> んなんかあったような気がするよね。そう、さやかって呼ぼっかなーみたいな。なんか知ってる気がするんだけど、みんな。いいボ,ンんボンちゃんでいいと思う。ボンちゃん。うん それそれでまあ好きに呼んでいただいていいけどボンちゃんでいいような気はするあ本当そうさやかって呼ばれるの逆にちょっとなんか聞きなしみないそうねちょっと照れくさい感じもするしうん、照れるのボンうん、照れるんだったら呼ぶよえ、なんでよしっかりさやかって呼んでく違うでしょいやいやいや照れるたいですほら 深夜のラジオやってた時もさやかさんとかこう来てたけどうん、うん、そうするとなんかさやかさんでいなきゃいけないみたいな感じもしなくもないから、うんうん、私だからさん付けはしないからさやか <laughs> さやかって呼ぶから <laughs> それもそれでねまああの急に,急にしぼんでって <laughs>、えー、照れるな照れるなゆきユは,ゆきは 私はでもやっぱ下の名前で覚えたらめっちゃ嬉しいゆうってあゆうきあーなるほどねゆうきとさやかねそうそういいじゃん突然の突然のイベント前に紛らわしいよ本当にイベントに集中したいのになんか変な話題入ってると呼び方ちょっと急に変えたから一瞬にこっちなくなるみたいななるほどねそうだよねゆっきーって呼ばれることが多いよねおいゆっきーとかゆうゆうとかが多いかなあと高田氏とかあははいい はいはい突然の高田氏高田氏はどう思います？だから多分リスさんも高田氏だもんな松田のリスちゃんいやいやリスちゃんちょっとまた別だからさちょっと特殊じゃん確かにねそうその妹さんがつけたあだ名だしね高田氏あそうなるほどねそうそうそうそそこ共通なんだよ不思議だもんね不思議よそんなわけでまあちょっとイベントのちあと出ましたけど いいですねなんか素敵じゃない今日何<あ>なんかお召し物も含めて髪型もなんだかとっても可愛らしいはい、まあどうしたの実はですねこの収録の前に、うん、あの新しいグッズの新しいグッズの撮影をしてきたんでございますイエーイ,イ,エーイ本当絶対みんな見てね,ね新しいグッズが出ますぞということですよ<う>わあ大丈夫 <laughs> もういやーちょっとだ <laughs> 大丈夫舞台をボンと私はもうそうなるよ<ー> <laughs> 大丈夫なのかそうなんですこれを大丈夫にしてくれみんなそうだねとでも本当にめちゃめちゃね可愛い,いなんか本当可愛かったよねセ<で>ットも可愛かったしそう,そうそうそう。 今回はどこまでいっていいかわかんないけど、うん、なんかそのグッズのパーカーバージョンそうだね前以前ね出した、はい、えパーカーバージョンの写真とあと私服仕様のそうだね衣装とまあ2パターンほどあるんですが、はい、もうねめちゃめちゃセットが本当にかわいらしくて、ね、一瞬本当え声優グランプリ」のなんか表紙飾れそうな感じだったよねやっっぱこれこれれて感じで私たちは楽ししく収録しましたそうそうそう これこれって言ってなかったじゃん。なんで今嘘ついたんの。ずっと言ってた。ずっと。え、これシャカリキですか？いやこれはシャカリキですかってずっと言ってたよ。心の中でこれこれって思いながら口に出せ。じゃあ口に出せよ。いややっぱり俺だってカメラマンさんのさ女性だったけどさカメラマンも。 やっぱこれですよねって言って、こう撮ってくれてた。そうなの、それはでも、そう、うん、なんかユニットみたいですね、みたいな感じで、すごいパシャパシャ撮ってもらって。ね、でも本当可愛い、なんかちょっとさ、寝顔じゃないけど、うん、なんかちょっとね。ちょっとゆるふわな感じだったよね。ねちょっと顔よ,よりで、すごい、うんって取ってもらった可愛らしい、ね。ね、フンの写真あって、<laughs> もうそれを見ながら。え、これは、本当マジで写真集とか出せますよね。 で、プロデューサーさんの方を見たら、もうプロデューサーさんいなくて。あ、いないな。あ、いないのよ。なさっきまでね。お疲れ様でした。っていうとこまでいたのに。そう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 、じゃ、ちょっと写真見た。すごい可愛いね。これ、本当に写真集できる。のいないじゃん。いないじゃん。消えてるじゃん。早消えんの。よかったな。本当ね。そうそう、よかったね。あれはね。今回でも、きっと届いてる。うん。 そまあ可愛らしい雰囲気のものもありつつプラスもうしゃかり気色強めなカットも取ってますそうねきっとみんなに満足していただけるうんそうよもうボンのカットはすごかったからあれ大丈夫かな事務所 NG 出ないかなそうなんです。見ればよかったユッキーのもユッキーのねちょっと見れてないのでそうそうそうちょっとねなんか小道具という名のそれ持ってくの大変なんで。もうちょっとだけで会話 するな。そっちってどっちだ。そっちってどっちだよ。ラジオっていいとこだよね。そっちって言えばそっちになるもんね。そうそうそう。こっちになればこっちになるし。今の映像だったらもうおじさんアウトです。からもうできんですよ。映像だとアウトのことをラジオですると思ったんだけど、よかったラジオで本当に。なんだアウトだって。うちのアウト案件やばいよ多すぎるよ。そうだからまあでもね、振り幅多めで。あ、そうですね。広めでやってますから。可愛いからしゃ はい、力までいっぱい取ったので。いや、これもね、グッズもどうやって販売されるか、うんうん、ちょっとまだわかりませんけれども、えーえー、皆さん、乞うご期待で。待っててください、よろしくお願いします。ますそれでは、始めていきましょう。最後までお楽しみください。<laughs> あ、まとめちゃった。<laughs> まとめちゃった。<laughs> <laughs> シャカシャ、シャカんリキリキちゃんと千本木さやかです。じゃ、今日朝早かったから。そうね。朝早かったから、ちょっとね。早朝から。でちょっと、あの、いろいろ飛んじゃったのかなって感じだけど。いや、ここからオープニングだからね、別に、どこまで。も同じことだよね。そうよ。さっき入ってても、この後入ってても、同じとこで。全然大丈夫。そうですよ。じゃ、あもう、行っちゃおう。今回、もシャカシャカ、りきりき、頑張ります。最後まで、お楽しみください。ここだ。やっぱり、ここだ。 桜千本伊佐弥香のシャカリキちゃん10月9日に番組イベントを開催しますこのイベントが成功しなかった場合6年目のこの番組いよいよ残念なことになりますあなたの好きなセーグラの番組私たちは全力で応援しますなので今回はシャカリキクラシックいかがだったでしょうか フルバージョンを楽しみたい方はニコニコ動画の声優グランプリチャンネルの会員登録よろしくお願いします会員になると全てのアーカイブをフルバージョンで楽しむことができさらにアフタートークもお楽しみいただきます声優グランプリチャンネルの会員登録者数が増えるとシャカリキちゃんの首の皮が厚くなりますシャカリキクラシックをきっかけに会員登録した方はぜひ番組までお便り送ってください 次回回は最新回の配信ですクラシックと最新回両方聞いて毎週釈キちゃんをお楽しみくださいくれぐれも声優グランプリチャンネルへの会員登録よろしくお願いします首の